32分です。2時32分、夜中の2時32分です。あ、夜中ですね。夜中の2時32分っていうのを踏まえた上でこれを今から収録をします。はい、いいですか？はい、頼みますよ、マジで。マジでやりましょう。はい、どうもこんにちは、ハルトでございます。お久しぶりです。久しぶりに僕 YouTube に顔出してるんですけど、しかも、あ、そうなんですか、喋ってる感じで、しかもこんなの初めてですよ、ないんで。え、ありがたいっす。そして、初めまして、今回このチャンネルに初出演でございます、変面師の京介です。よろしくお願いいたします。合ってます、その感じ。だからもうちょっと崩していいんですよ。いや、合ってる合ってる合ってる、まあ、これが合ってる。まあね、こんなね、クールなキャラの京介さんですけど、今回はもう表に、詳細が出ていると思うんですけれども、イベントのお知らせをさせていただこうかなと思います。はい、まあ、こちらにちょっとですね、完全に束になってフライヤーがあるんですけど、ちょっと見せていいですか？一緒に見せますか？はい、こちら騒動騒動面12月14日イベントを2人で開催させていただきます。はい、いや嬉しいな、イベントができるのか。どうすか、これ。これでしょう、うん、これ2枚、誰が考えたんですか、これこれあれ、いや、いい意味で、すごくいい意味で、ね、すごくいい意味でね、写真を撮ってくださったベティさんっていう方が、すごくお世話になってる方がですね、写真撮ってくださって、その方がアイデアを出してくださって、この形となりました。うん、こんなにかっこよくなる予定じゃなかったんですけどね。なかったですね。うん、僕はこんなにかっこよくする予定じゃなかったです。すごくインパクトがある。そう。で、まあ、これからちょっとイベントの詳細いろいろ話すんだけど、僕が正直に思ってるのは、こんなにかっこいい中身になるのかっていうのもちょっと不安であるっていう、ちょっとそこも踏まえた上でちょっとお知らせをさせていただこうかなと、はい、思います。まあ、今回この騒動面っていうイベント、2024年の12月14日長崎のメルカ月町っていうところで開催させていただくんですけど、変面とダンスと、そして映像ということで、完全に異色のコラボですね。誰が予想できたことか。本当ですよ。ただやっぱりこうお互いを知ってくださってる方は、うん、おそらくこうね、いつか2人でイベントやってくれるんじゃないかとかも、うん、多分待ってた方もいらっしゃったと思うので。言われましたね、僕も。あ、そうですか。はい、いや、じゃあ本当にそういった方にとっても、僕たちにとっても特別なイベントと今回なってます。で、まあ、今回のこのイベントなんですけど、まあ元々のきっかけの話をすると、僕がですね、2023年の9月にですね、主催しているアート・オブ・ダンス・ザ・メイキングっていうイベントがあるんですけど、そのイベントに京介さんが来てくださってですね、いろいろとこう会場を見てくださったんですよ。で、そこでまあ作品を見ながらですね、何か一緒にできないかっていうお話を一番最初にしてくださったんですね。うん、そうなんですよ。なんか僕がちょうどそうですね、まあ一人になってから、うん、まあでも一人になったからこそいろんなことを挑戦したいなっていう思いから、ちょうど個展を見に行ったのが本当タイミングがその時期だったので、はいはいはい、あんまりそのハルト君と一緒にっていうことより個展を見に行ってみたいなって思って見に行った時の作品を見て、なおさら、うん、あ、この人とやりたいかもって思い出して、嬉しいです。まあ、あの時結構おしゃべりしましたね。うん、2時間ちょうどね、2時間ぐらい他にお客さんが入ってくる状況にもかかわらず2時間2時間ぐらいずっと2人で喋り続けて、まあ、お互いの現状をここから始まって、ね、はい、まあやりたいなっていうとこからが始まりですね。そうですよね。で、そこからじゃあ何するってなった時に、やっぱ僕が得意としてるのってもちろんダンスなんですけど、ダンスの他にもやっぱり映像を作れたりだとか、演出が何かしら作れたりだとか、そういったところがありますから、じゃあまずランタンフェスティバルで何かやらないかっていうところで編曲をさせていただきまして、です、ね、やっぱり夜の公衆病はいいじゃないですか、雰囲気がすごく赤ちょうちん、はい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 、まあ、それに合った雰囲気を出したいです、はいはい、自分の世界観を新しいことに挑戦して出していきたいっていうのがもうやっぱりマッチした瞬間だったのかなって思ったんで、本当に曲をこうイメージした時に、まず一番最初にやっぱその今言ったように格子病で夜踊っている、うん、それをもう本当に考えて、どういう演出だったらお客様見てて、わっなんだこれはって思ってくれるかってところをまず考え、うん、そこからのあの曲のつながりだったんで、いやー、あれだったです
メディアにも取り上げていただいて、そうですね、メディアにも取り上げてくださって、はい、すぐねメディアが動いて、テレビ新聞もありがたいですもんね、本当に変面が僕は別に何もしてないんですよまあね、あれ、ああいったものを作らせていただいて、初めに取り掛かったのがそれでした。そうですね。でそこから、他にもいろいろとやろうということで、まあ、外部出演とかこうされた際にですね、うん、ご紹介する映像を何か作れたらいいんじゃないかというところで、まあ、そういった演出をさせていただいたりだとかして、で、まあ、それもすごく、ね、反響もいいということで、うん、もっとなんかいろんなことをしようかって時に、うん、この話が生まれたんですね、うん、2人でこうご飯を食べている時、そうですね、ご飯をあの外食している時、外食をしている時に、はい、まあ、お疲れ様でしたみたいな感じで、2人でまずランタンのお疲れ様でし でしたの話 話をしてたら、なんかまあ多分お互い思ってたことが一致したのがその瞬間で、はい、まあ、舞台みたいな、はい、やりたいなっていうので、はい、まあコラボっていうのもそうなんですけど、うんうんうん、まあ一緒に変面は変面、うんうん、ダンスはダンスでっていうのもなんかこうやりたいなって、うんうんうん、でこれをじゃあコラボした時に映像も一緒に使えたらすごいいいものできるんじゃないかっていう、なんかこうふわーんって考えてたのが待ちた瞬間だったんですね、うんうん、あの食事は、あの食事が最初は本当にランタンの反省会だったのが、うん、なんか反省会終わって結局そのままその話になってだったんですもんね、うん、そう、帰らなかったんですよ、どっちが言い出しかもう分かんないぐらい、覚えてない、どっちも思ってたことがそう、本当にそんな感じからガーってなって、うん、まず何かしら2人でステージを作ってみようっていう、で、ただそれが最初にやろうってなったのが2026年だったんですよね、ですね、2026年に舞台なんかできたらいいよねって話してたんですけど、2年後ぐらいにちょうど、うん、できたらいいなって言ってたんですけど、長いんですよねこれがね、スパンがで、お互いやりたい気持ちが先走っちゃって、今年の8月ぐらいにちょっとまた会う機会があったんですよ、4月末かな、会う機会が、はい、会う機会があって、そこでなんかどっかでイベント近日しないかっていう、うん、ところで最初に名前が出たのが長崎のメルカ月松さん、うん、僕があのたまたまコンサートにあの行く機会があって、うん、その時にあすごくこの会場いいなと思って、最初にこうステージをするにはまあふさわしいんじゃないかと思って、うんうんうん、メルカ月松さんお世話になりたいなっていうところで京瀬さんにも話をして、で話がどんどん膨らんでいってるんですけど、ただこれもランタンが終わってから最初しようって言ったんですよね、そう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 、2025年のランタンまではとりあえずまた一緒にいろいろやってるんだけど、うん、終わってやろうぜって話をしてたんですけど、それもやっぱちょっと我慢できなくてもうダメだからそういうの我慢できないからいや、やろうぜっていう、なんかもうそのメルカ月松さんでホールで見た時にすごくいいなって、うん、ここいいですよ、ここいいですよあ、そうなんだ、収容人数は何人ぐらいですっていう話はいはいはい、はい、まあ、細かい話をちょこっとこうしながら、あ、ちょっともうあの話言っていいですかみたいな、そう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 、メルカ月松さんにいてもすごく突っ走っていって、まあ、言ってもらってそれからちょうど電話がかかった、勝手に僕がまずメルカ月松さんにある日突然電話をしまして、12月の14日って空いてないんですかって聞いてそしたらメルカさんが、あ、12月14日今のところ空いてますよって言われて、あ、じゃあとりあえず押さえてもらっていいですかって電話をまずかけたんですよ。でその後京介くんに電話かけて、ちょっといいですか今みたいな、本当にいきなりかけて、いいですか、そう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 、どうしたみたいな、あ、今ちょメルカ月松さんに電話して、12月14日空いてるそうなんで撮りましたって言って、えって言われるんですよね勝手に予約してだってもうやらないと絶対やんなくなっちゃうから勝手に予約しちゃおうと思ってもう箱取りました、だから先に、いやーよかったですよ本当に、それが8月のびっくりしましたけどねそう、それがだからもう8月の20日ぐらいなんですよ、約、うん、20日前後ぐらいだったんですけど、うんうん、そこから考えてみても、いや待てよと、あと4ヶ月もないぞっていう、うん、ちょっと待って、フライヤーもないし、うん、どうするってなって急遽メンバーを招集したんですよね、いろんなね、そうですそうです、じゃあまずとりあえず京瀬くんとメルカさんにお邪魔して一回会場見ようというので、うんうん、その次の週予約をし た、ね、予約をした次の週に会場に一度お邪魔して、うん、いろいろと二人でこんなことできるんじゃないかっていう話をして、でそれもまあ良かったから、その
2日後違うな、うん、その1週間後ぐらいかなにこのフライヤーの撮影を1週間後1週間後、はい、していただいて、もうその時に全てこの関係者にも内容を初めて話して、うん、こんなことしようと思ってるって言ったんですけど、その時に関係者に言われたのも12月の14日にするのかと短いぞと待て待て待て短いぞと、うん、いうことで我々はですねすごく全てを焦っており、はい、そして今回12月14日に開催するってことで、先週の火曜日に告知を出させていただきまして、はい、まあ、今回に至ってるっていうですね、はい、で今日が、ですね、日付がですね9月の29日の、日曜日の午前2時44分はい、午前2時44分、はい、今の今まで本当にリハをずっとしてたっていう夜の9時から、はい、そうですそうです夜の9時から、 ずっとリハをして、やっと今収録をし始めたっていう、はい、なので、はい、2時44分ですはい、まあそんな感じなんですよ。だからとかくですね、2人でちょっとイベントをしようということで今話を進めてこんな形となりました。本当にもう期間もすごく短いですし、皆さんにこうご紹介もなかなかできてない中での発表となってますので、やっぱりこうお互いのことを多分知らない方ももちろんいらっしゃると思います、うん、なのでまあもちろん SNS の今回アカウントですね、ソードオフィシャルとも作らせていただいたので、そちらの方でこうチェックしていただきたいですし、それと同時に個人のアカウントもお互いやっぱりあるので、うん、お互いのそういうどういう活動をしてるのかっていうのも見つつ、うん、今回のイベントをぜひ楽しみにしていただきたいっていう感じでございます、はい、ですね、はい、で今回、チケットがですね、一般の方がですね3000円とさせていただいております。これ税込み価格となってます。そして高校生未満の方に、1500円で入場できるようとなっております。ただですね、これ未就学児の方は今回あの入場を、制限をさせていただいてますので、ちょっと入場することできないんですけれども、小学生から大人の方までは見ることができますので、よかったぜひ、はい、会場に来ていただきたいです。見どころちょっと1個お聞きしていいですか。見どころですか、はい、もうあのこのフライヤーにも書いてるんですけども、はい、変面と現代ダンスと映像、はい、もうなんてたってこれですねあのまあ難しいとは思うないけど難しいとは思うんですけども、はい、本当に見どころっていうのは、はい、あの変面はあのまあ僕が今編曲したりして踊ってるのもあるんですけども、はい、基本のやっぱりスタイルっていうのがあるので、はい、それでしか見てきてない方も多分多いと思うんですよね。でそれと、まあ、現代ダンサーはもちろんこっち側なんですけども、はいはいはい、映像って何なんだろうって多分皆さんも思ってると思うんですよ、はい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 、これがもう今さっきちょこっとやってたんですけども素晴らしいですよね。もうあの新しい変面が見れます、うん、これに関してはちょっと本当に、いや新しい変面見れますし、これでしか見れないです。確かにそれはそうですね、はい、あと見せるつもりないですこれ以外本当にぜひ、はい、そこは僕はやっぱ変面師としては見どころとしてはまあ一番そこです、うん、変面と映像って何なんだろうってやっぱり 面があっての変面なんで、うん、そこがもうすっごくいい。いやーねーねー、変な話それをするためにこのイベントをやったっても過言ではない、はい、僕はそうかもしれないわがままで全部こうなってますね本当にそれを見せたいがためにやってるっていう、はい、でも僕が本当にやりたかったことはこういうことなんで、一番映像や光っていうのを使って、はいはい、変面ショーっていうのをやりたかったので、これはすごく僕が、ね、あの目標に してきたものの、まあ、第一歩にもなるし、僕たちもあの今後もまたまどんどん成長していきたい、うんうん、まあ騒動としても第一歩、うんうん、そうですね、はい、はい、頑張っていきたいと思いますので、はい、ちょっと期間が短いですけど、はい、お願いします。ぜひぜひ、はい、いやこれ見らんと損するな絶対。本当ですよ。僕がだから思うのはやっぱり今回まあ京瀬さん言ったように変面と映像って本当に見れないと思うんですよね。見れないですね。でこれってやっぱり変面も映像も理解した人しか演出ができないっていうところが一つ問題があって、だからそこで僕が登場して
現代ダンスをやってるからこそ、うん、まず変面の踊りのことも理解ができる、うん、もちろんその面を変える仕組みはちょっと僕わかんないですけど、うんうん、ただあの踊りっていう分野に関しては僕もこっちの方でやってますから、うん、そういうのはわかるし、そしてそこから僕は映像クリエイターとしても活動してますから、うん、そこの2つの才能を両方生かして、うん、今回変面にパフォーマンスを加えるっていうところもありますから、やっぱその変面と現代ダンスっていうところもまずコラボすることはないし、うん、ないですね。そこからさらに映像が加わってるってところでどういう演出になるのかっていう、いやね、なんか観客として見たいです。本当に本当にできれば本当に見たいです。できれば観客として見たいし、うん、できればもう本当に観客として どっちもあのちょっと分身したいぐらいです。踊り踊ってできれば見たいし見たいし、うん、そうなんですよ。だからこそ今回ですね、一般の普通の当日のチケットももちろん用意してるんですけど、あのアーカイブ映像というものも作らせていただきまして、うん、ですね。アーカイブはなんと今回ですね、予定では一応5日目ぐらいで撮影しようかなと思ってますので、はい、1,2,3,4,5 っていろんなところで、もちろん正面はあるんですけど、例えば後ろだったりだとか僕らが踊ってる方ですねから観客席を見下ろすカメラが一台あったりだとか、うん、本当にそういう普通じゃ絶対見れないような角度から映像を撮影させていただいて、もちろんこれはやっぱりお客様の協力があってこそだと思うんですけど、うん、そういった形で映像を撮ってお客様も実際会場に来た方もアーカイブ映像を見たら、あ、この画角からこんな映像が見れるんだっていうところを僕は見せたいなっていう、うん、ですね、はい、だからそこも含めてのアーカイブ映像、うん、そして今回メイキング映像が実はね、あるんです。メイキング僕らが、はい、あの本当になんかうわーって言いながら作ってるちょっとあんまりこう見せたくはないし恥ずかしいんだけど、恥ずかしいですね。ただやっぱりそういうのを楽しんでももらいたいっていう、うん、作ってる過程が一番やっぱり面白いと思いますので、面白いですね。だからそこをどう見せたいかっていう、あの皆さんがおそらくえこんなことまでしてたのみたいなところまで僕らあのカメラ通して、今あの9月のあの29日なんですけど、現時点でデータが8時間以上あるっていう、膨大、編集が大変っていうね僕がこれもちろん編集するんですけど、はい、すごく頑張ってもらいましょう、はい、すごく大変ですね、はい、まあただね、あの一応そんな形で、いろいろと作らせていただいております。でチケットはすべて PTX の方で、販売をさせていただきます。はい、そんな感じで、うん、なんか言うことありますか。いや、アーカイブこっちも楽しみだなって感じですね。お客様からどう見えてるかもそうですし、そうですね、まあ、お客様から見れない角度あるんで、うん、それはぜひ、ね、僕としても楽しみですね、うん、で、僕は編集がちょっと怖いっていうアーカイブとメイキングに関しては、イベントがあって2週間後をめどに公開をしていこうかなと思ってますので、購入自体は12月の14日から、夜の9時から、購入することはできます。ただ、配信は2週間後となってますので、それはちょっとご理解のほどよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで、うん、ちょっとあの頭があんまり回ってないかもしれない大丈夫ですかこれそのままノーカットで載せますからね全然いいです。今のところ何もミスってないし、うん、そのまま画角がちょっと変わったぐらい、大丈夫だよ、はい、僕はあの調整ファンのためにあの全体のこうツーショットとそしてワンエンスで調整の顔立て撮ってるっていうカメラもう一個あの自分の顔全く撮ってないんでちょっとそこもねあの皆さんに楽しんでいただきたいかなと思います。まあ、とかく2024年、はい、12月14日19時開演となっております。ぜひ皆さんチケット、はい、購入して会場で僕らと会いましょう。いいね、いいな。これあのいろんなところで手に入るので探してみてください、はい、いろんなとこにあります。あ、そんなとこにもあるんだっていうところにもありますので、はい、確かに、はい、でもしかしたらあの僕らのサインが入ったものもどっかにあるかもしれません。はい、はい、ぜひそれもちょっと探してチラーって書きました、はい、書いていただきました。今ちょっとそこにバーって並んでるんですけど、はい、書いていただいてぜひぜひあの皆さん会場にお越しください、はい、というわけでそんな感じで以上と
バイバーイ。